見て、見えて。どうもこんにちは。皆さんいらっしゃいませ。この麺のワンタンだよね、やっぱね。ほれ怖いなぁ、なんか、うん、白鳥たちの鳴き声で優雅な朝を迎えました。くもにターケンです。日本一周ご当地ラーメン食べ歩き車中泊の旅総集編、今回は東北ラーメンの山形福島編です。感動のラーメンがいっぱい、そしてご当地グルメです。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。一杯目はけんちゃんラーメンさん。麺量チャーシューたくさん、スープなみなみ、力強くて優しくて大胆で繊細なラーメン、うまい、うますぎます。食べれてよかった、ありがとうございます。動物の出汁の後に魚介風、この麺はすごいよ。あまりの美味しさに意識を失いそうになりました。柔らか、美味しすぎて夢中で食べてしまいます。すごいね。酒田と最上川と六角灯台、とても素敵な場所。多分これからも何回も訪れる場所。最上川、すげえ。木村屋さんのマロニエクッキー、でかいクッキーだね。おっきなね、クッキー、うん、おいしい。次の日、山形市にある冷やしラーメンの元祖栄屋本店さんに行きました。じゃあ行きましょう。栄屋本店さんです。2杯目はテレビで何度も見た山形市の冷やしラーメン。美味しかったな。めちゃくちゃ美味しいよ。うまい、めちゃくちゃうまい。お、なんか違うチャーシューだね。なんかね、ん、ギュこれめちゃめちゃうまい。山形名物冷やしラーメン、牛骨、鰹節、昆布、洋梨を用いたスープなのかな。すっきりとした醤油の風味と優しい甘みを感じる、体に染み渡る新しくも懐かしさを感じるラーメン。目的地は右側です。お疲れ様でした。めっちゃお客さんたくさん来てた。3杯目もテレビで何回も見た鶴岡市にあるコンピラソ。鶏の旨味が半端ないスープ、上品で大胆で繊細で豪快なラーメン、美味しかった。うわ、鶏のめっちゃうまいの出てる。好きと醤油も美味しいね。あっさりとした奥深いスープ、うまい。麺食べます。この麺見て、うん、魚介も入ってるのかしら。麺をすするとね、うん、魚介の味がして、スープを飲むと鶏がパーってくるの。小麦の甘みと魚介の優しい出汁の香りを運んでくれる鶴餅中太ちぢれ麺。チャーシュー、柔らかい。まあ、歯がいいじゃない。すっごい撮れます。向こうは見えないよ。冬の山形ご当地グルメです。お肉屋さんが手掛ける米沢牛を使った牛丼、半端ないっす。米沢牛食べれた。ババーン、はーい。怖いなー、なんかな。うん、こうでしょうか。もううまいけど、卵もうまい。昆布ボスよりうまい。うん、脂がね、ご飯に染みたのがね、美味しいのね。すごいお店だった。美味しかったね。美味しかった。東北の雪もしっかりと経験できた日本一周車中泊の旅、2度目の酒田で
ワンタンの満月さんを食す。こちらになります。はい。しのあごだしの味もする。麺はね、こんな感じ、細い細めの感じだね、うん、おー、スープが絡むね。このワンタン、シルクなんです。麺にも練り込まれています。そこに魚介の香るスープ、絹のようです。美味しかった。歯触りっていうんですか、チャーシュー、豚の味がね、めちゃめちゃ濃い。卵締めとる。地元の方におすすめいただいた山形のブランド豚、金華豚、いい、ね、上品なお肉でございました。柔らか いただきます。いただきます、ね、お塩をね、この真ん中のここにね、わかりますかね、柔らかい。このお塩で食べてもまーうまっ。かけますね、かけますね、ソース美味しいね。からし漬けの濃い系のね、こう、うまい。マブスリー玉ねぎドレッシング、ダダーン。おかずにね、キャベツって合うんだよね。めっちゃいい天気ですね。いい天気ね、ポカポカ。じゃあ行きましょうか、ラーメン食べに行きましょう。4杯目のラーメンは会津喜多方のてんこ盛りさん。世代を超えた多くのお客様が毎日食べれるラーメンを本気で考えた衝撃のラーメン。今も落ち込みそうな時はこのラーメンを思い出すようにしています。5杯目は喜多方ラーメン番内食堂さんで朝ラー。シンプルを極めたあっさりスープ、美味しすぎる。スープ飲みましょう。うわおさっぱりしてね、私聞いてるね。なるほどな、うん、ネギとラー油がかかってんだ、ここにチャーシュー、あ、ごめん、飛んだ。さっぱり、うまい。会津のご当地グルメ、ソースカツ丼とカツカレー焼きそば。カツカレー焼きそば、美味しかった。ソースカツ丼。車中泊でご当地ラーメン、ご当地グルメ食べ歩き。長年愛される地元の味は毎回感動する。もう旅はやめれません。車中泊万歳。こう行くじゃないの。からの。平気。平気。目玉から。こちらわけでカレーが乗ったカツ。やばい、ちじる麺です。おぉ、ちじる麺だ。ラーメンの麺、カレーに合うのよ。おいしい。6杯目は虎食堂さん。本当に美味しかったです。このラーメンみたいな動画作れるようになりたい。うめー、会津塗りのラメマシ。
持ち上げてくるね、スープとチリをね。うわ、めちゃめちゃ持ち上げてくるね。いやー、それチャーシューも滑りません。うまっ。やっぱこの麺のワンタンだよね、やっぱね。ほれ、うまっ。あーばーい、ほらばーい、ほら。おお、バーン、まだいくよ、バーン。いっぺーん、うわー、打ち合った、ね、めちゃくちゃ打ち合った。移動にお金をかけない分さ、すっごい奥の方まで行って美味しいもの食べたれたりするわけじゃない。あの車中泊の旅してるからこその美味しいもの。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回は大分県別府車中泊、他県のご当地ラーメン、ご当地グルメ、食べ歩きの旅。ご視聴、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。あ、見ました。